いいと思います。じゃあ、あとゴール前。はい。第1競走出走各馬の入賞です。2歳未勝利の後の 1800m 戦に出走馬15頭です。1番サングレデクリスト、今日の馬体重524kg は前回からプラス 18kg、 鞍上クリストフルメール 55kg での騎乗です。2番メルウッドヤワラ 490kg マイナス4、和田隆二 55kg。3番アイナラトラスト 512kg 変わらず、岩田未来 53kg。 4番セインラストヘイ 516kg マイナス10、池添健一 55kg。 5番ロードグリップ 466kg プラス2、クリストフスニオン 55kg。 6番キリアリニア 506kg マイナス6、藤岡雄介 55kg。7番シャウエル 506kg プラス8、水口優也 55kg。 8番ジオー 464kg プラス2、武豊 55kg。 9番グレートムーン 464kg マイナス10、増山晃平 55kg。 10番アイノミステリア 494kg プラス4、ビューティーフェアキ 55kg。11番ワンダークンナパー 506kg マイナス4、長岡芳人 55kg。 12番マイネルクライマー 488kg プラス2、河原優雅 55kg。 競馬場2レースは2歳未勝利ダート1800m 戦、出走馬15頭です。青空に薄雲が広がります。阪神競馬場と一頭飽和してしまっています。これは10番アイノミステリア、ジョッキーを振り落として飽和、今4コーナーから3コーナー方向へとカラウマが走っています。すでにスターター降りています。発送が遅れますのでしばらくお待ちください。Thank you.
知らせいたします。阪神競馬第2レースの10番愛のミステリアは枠入れの際放馬したため捕まり次第馬体検査を行います。発送時刻が少々遅れますのでご了承願います。なお検査の結果は分かり次第お知らせいたします。
競馬第2レースの10番愛のミステリアは枠入れの際飽和しましたが、検査の結果馬体に異常を認めませんので、そのまま出走いたします。阪神競馬場へ再びのファンファーレ、2歳に勝利ダートの 1800m 戦、出走は15頭です。スタンドから見て右手ゲートイン。順調に各馬ゲートを埋めて7番のケイアイが入りました。そして最後15番ダニーモース、収まってゲートイン完了です。スタートしました。少しばらつきました。コント10番アイノミステリア、コースタート高ダッシュです。内からは3番アイガラトラスと2番のベルベットヤマラ、まずはこれらが広がっていきました。これを追って12番のマイネルクライマー、その後8番のジオー、それから15番のライオー、さらには13番マブリックも上がっていきました。そして5番ロードグリック、4番セイリンラストフェイは中段の内につけて、その後ろに1番のサングレデクリスト、1、2コーナー中間点、2コーナーカーブ、先手は2番のベルウッドヤワラ取りました。リードを体半分、10番アイノミステリア2番手で2コーナー回って向こう正面、12番のマイネルクライマーが3番手につけていきました。その後8番のジロー外目4番手ですが、9番のグレイトムーンが後方からぐーんと動いていって一気に先頭に変わっていきました。さあこれら先
段を追って15番ラリーノーズ、14番のスターライトジャズ続いていきました。1馬身がいて3番のアイマラトラスト、これに並んでいった5番のオードブリック、さらに外から13番マブルーク、広がった中段3コーナーカーブ、外へと出した1番のサングレデクリスト、4番のセイムンラストヘイ、そのうち3コーナー回って後方集団、あとは11番のワンダークンナパーがおしまいから今3頭目を追走、そのうち7番のシャムエルが行って4馬身5馬身6番ケイアイリア最高峰、600を切って最後コーナー中間4コーナーカーブ、動いて先頭に立った9番のグレートムーンですが、並んでいった12番のマイネルクライマー、第4コーナーカーブ、さらに外体半分14番スターライトジャズ直線コースに入りました。その後は2馬身がいて13番マルブル、外から5番のロードブリックですが、1番のサングレデクリストは後方で数着を切りました。前に通る争い、12番のマイネルクライマー、9番のグレートムーン、この2頭の競り合い、それを3馬身差、外から5番のロードブリックを切りますから、先頭10番のマイネルクライマー、マイネルクライマー、勝利、わずかに遅れて1着、9番のグレートムーン、追った5番のロードブリックは3着です。勝ち時計が1分55秒5。向こう正面に入ったところで一気に動いて先頭に立った9番のグレイトブーン、これを先端でそのまま追っていました。12番のマイネルクライマー、2頭の追い比べが最後の最後まで続きました。12番のマイネルクライマーがゴール前出ています。9番のグレイトブーン粘っての2着、その後2馬身半、外から追い上げた5番ロードブリック3着です。1分55秒5、ゴールまでの 800m、50秒8、600m は37秒8でした。阪神競馬2レースが終わりました。12番のマイネルクライマー、川田優が騎手決めました。9番のグレイトムーン2着、その後2馬身半がいて、5番ロードブリック3着です。12番のマイネルクライマー、鞍上川田優雅騎手、今日が7戦目、初めてのダート戦、マイネルクライマーが制しました。1着12番マイネルクライマー、2着9番のグレイトムーン、3着5番ロードブリック、4着が14番スターライトジャズ、そして5着8番のジローと上がりました。学展までお待ちください。Thank you.